夢見た？夢見てないね、今日は。でも見たんだろうけど忘れちゃうね。覚えてる夢少ない。そうね、でも私小学生の頃に見た怖い夢が一生忘れられないよ。未だに覚えてる。どんなの？なんかおばあちゃん家の、もうおばあちゃん家めちゃめちゃ田舎なの。どれくらいのかっていうと、スマホが圏外になるくらい。スマホって携帯圏外になっちゃうくらい電波がないの。そこの、そんなおばあちゃん家に行って、なんか祭りがやってたのよ。で、わ祭りだと思って行ったら、なんかせんべいみたいなのが売ってて、絵が描いてあるの、カッパのね。で、カッパのせんべい買ったのよ、1個80円くらいで。で、なんかそれをあって落としちゃって、割れちゃったの、カッパの絵が描いてあるせんべいが。そしたら割れたせんべいからカッパがぬーんって出てきたの、本物のカッパが。で、追いかけられるのね。はぁ、カッパなーって逃げるの、こうやってうわーって逃げるのね。で、走って逃げてたら、あの大人2人が、あのせんべいは割れると本物のカッパが出るのに、あの子はやってしまったねみたいな話をしてるのが聞こえるの。でも泣いてわーってわめきながら走って逃げて、でちょっと距離取れたって思ったら、なんかね、あのマリオのさ、パックンフラワーみたいなやつがさ生えてて下に、でそこの草に引っかかって転んで、パックンフラワーにも食べられそうになったし、カッパも追いかけてくるし、大パニック。でもなんとか、なんだか忘れたけど、そこは助かるので、だからもう一回言う、今度は家族と、なんかその池と田んぼの合わさったやつみたいなところに、こうなんか見に行ったら、おばあちゃんがこう田植えしてんのよ。いやー、田植えしてるなーっていうのをぼーっと見てたら、おばあちゃんがシュンって消えるの。シュンって、はっ、おばあちゃんが消えたって思ったの。そしたらなんか、カッパに襲われたの、おばあちゃん。おばあちゃん、カッパに襲われた、襲われてたらしい。で、食べられちゃった。そう。で、祭りのせいだって言われて、池の名前が、池と田んぼの合わせ技みたいなね、やつの名前が、なんか、カッパ池みたいな、そんなような名前だった。それが、祭りが経験した、人生の中でね、一番怖い夢。でも誰もね、うわ怖いねって言ってくれないの。笑っと、カッパに追いかけられたんだよねって言うと、めちゃめちゃ怖かった。トラウマになって、それ見たのが小学何年生だろう、本当に 1,2 年生とかなんだけど、めちゃ怖かった。だからこれはね、忘れられないから、あの祭りが忘れただろうって、みんな作り話だろうって思ってる皆さんは、世界で一番怖かった夢教えてって、またいつかの配信でコメントしてくれたら言えるからね。カッパに追いかけられた夢ですって絶対言うからね